ナンバーアンダーラインアイのメンバーが語る振付裏側の衝撃的真実。ノッポの振付が暴露する平野翔の驚くべきダンス技術。ブローユアカバーの振付師ノッポがナンバーアンダーラインアイのセカンドデジタルシングルについて興味深い秘話を明かしました。彼は自身の公式インスタグラムでこの楽曲の振付を担当した経験について綴り、平野翔神宮寺優太。 岸優太との共同作業の裏側を明かしました。振り付けを考案する過程での駆け引きや踊り方に関する悩みに触れ、メンバーたちとの緊密な連携が完成度の高いダンスを生み出す秘訣であることを述べました。特に、それぞれのメンバーに対する彼のメッセージは、その人物の特性や個性をうまく捉えており、彼らのダンスに対する情熱と努力が伝わってきます。 平野くんの振り付けへのアプローチや、神宮寺くんのシルエットの美しさ、岸くんの独特なダンススタイルについての言及は、彼らがそれぞれに持つ魅力を浮き彫りにします。さらに、ノッポの振り付けがアーティストの表現力を引き出す重要性にも言及し、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがその表現を見事に体現していることを称えました。彼のコメントは、 このダンス作品がメンバーたちの個性と連携の中で完成したものであり、それぞれの才能が輝く場として、ファンに楽しんでもらいたいという熱意が感じられます。この振り付けの魅力は、単なるダンス技術だけではなく、それぞれのメンバーが心を込めて表現する姿にもあります。彼らのダンスは単なる技術の集合体ではなく、 感情や個性を表現する手段としての深い意味を持っています。振り付けにはナンバーアンダーライン愛 i の楽曲にぴったりとマッチしたリズムとエモーションが込められており、その完成度の高さに驚かされます。特に楽曲の雰囲気やテーマに合わせた振り付けが視聴者の心を打つポイントとなっています。ナンバーアンダーライン愛 i のブローユアーカバーは、 ダンス界のトップネームが集結した熱い話題となっています。その中でも特に振付師ノッポの言及は、裏側のストーリーや制作過程に光を当て、ファンたちの興味を引きつけています。振付の舞台裏には、普段は見ることのできない努力と情熱が詰まっています。ノッポが語るように、メンバーたちは振付の細かな部分にまでこだわり、 自分の表現力を最大限に引き出すために努力しました。その結果、セクシーでしなやかなダンスが生み出され、見るものを魅了しています。特に注目されるのは、平野翔の圧巻のターンシーンです。通常、三回転ターンは非常に難しく、それを自然にこなすことはまれです。しかし、平野の場合はそのターンだけでなく、 曲全体にわたって持続する高い集中力が見事なまでに示されています。このような繊細な表現は、振り付けとアーティストの相互作用の結果と言えるでしょう。さらに、ファンたちの反応も素晴らしいです。彼らはこの曲と振り付けに心を奪われ、何度も繰り返し鑑賞しています。特にキスシーンを思わせるダンス場面や、メンバーたちの切ない表情に、 多くの人が感動しています。ブローユアーカバーは素晴らしい曲と振付が見事に融合した作品として多くの人々の心をつかんでいます。ノッポとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションはダンスの魅力を最大限に引き出しファンたちに感動と喜びを与えています。この曲や振付についてあなたはどのような感想を持ちますか 舞台裏のストーリーやメンバーたちの努力について、あなたの考えを共有してください。最後に、読者に向けて、このダンス作品を通じて、ナンバーアンダーライン愛の魅力を再発見し、彼らの成長と進化を見守っていくように呼びかけます。彼らのダンスは、単なるパフォーマンス以上のものであり、感情やメッセージを伝える芸術作品として、多くの人々に感動を与えています。 この記事を読んだ後、あなたはどんな感想を抱きましたかこのダンス作品に関するあなたの意見や感想をぜひ共有してください。